センターに接続します。ほら、こんなもんでいいか？あ？まあ気にするな。今度お前のファミレスで飯おごってくれりゃいいって。片付いてるなと思ってさ。早瀬って結構マメだよな。いつもはお前が散々散らかした後に来てたからな。台所なんてひどいもんだろうが。うまくいってるか？まあ、いろいろ大変だとは思うけどさ。はよ。先週発売。ま、それどころじゃなかっただろうけどさ、お前は。どうせなら、俺が終わるまで待ってろよ。貸してやるから。おかげさまで徹夜続きだよ。ん？なんだ？ただいま。いるの？アス。あれ、シンジ君。え？あ、そうなの？
うわ、なんか入ってる。だって両手にこんなに荷物持ってたからさ、気づかなかった。お前らひょっとして。一緒に住んでたり？ほほー、相変わらずラブラブっぷり発揮だな。羨ましいでしょう。鶏肉と玉ねぎと人参と、あ、今日チキンカレー作ろうと思ったんだけど、シンジ君食べてく？そう、カレー久しぶりでしょ。いや、なんで高行そんな顔してるのかと思って。なにそれ、ちょっとひどくない？話もありましたな、エスニックブームとかいう、その昔に。だって辛いの好きなんだもん。辛口買ってきちゃった。せっかくいろいろ買ってきたのに。横暴だわ、断固抗議。カレー一つで破局の危機か。平和だな。もう分かったわよ。そんなに言うなら我慢するわよ。高雪のために我慢する。かぁ、綾瀬はいじらしいな。同情して。で、あとはお酒も買ってきちゃった。別にあればあるだけ。
まあいいや、早瀬がいるなら話も早い。え？何の話？ちょっと真面目な話だ。9日は空いてるか？うん。どうしたの？ひょっとして。そう、あかねちゃんの大会だ。白陵でやるらしいんだ。ふーん、そうなんだ。応援行けないのか？あの子すごいらしいな。早瀬の実だって言うじゃないか。私なんて。でもあの子頑張ってるからね。大学の知り合いにさ、彼女と同じクラスに弟がいるっていう子がいるんだよ。ちょっとしたことでその話になってさ、俺も初めて知ったんだ。どうして夏休みにその子と話したのかっていうのはツッコミなし？おいおい、勘ぐるなよ。サークルが同じなだけさ。ふーん。なんとでも言ってろ。なんだよ、二人はさ、昨日からこっそり同棲なんかしてるからって。なんとなく嬉しくて。なんか心配しただけ損って感じだな。ん？まあ、ま、そりゃするだろう。お前は本人だからある意味分かってないと思うけど、あの頃のお前は傍目に辛かったからな。今回だってあの見舞いの時のことがさ、お前的に辛いことだってないわけないだろうし。友人としてはだな、そんなお前のそばに早瀬がいつもいてくれるって言うなら安心できるわけさ。お前らこのまま結婚すれば？え？でも早瀬はまんざらでもなさそうじゃんか。形ちゃんと作ってやれば早瀬だって安心するし、お前だって悩むこともなくなるだろ。
あまり深く考えるな。おっと、高雪何も言うなよ。下手すると俺が帰ってから大喧嘩だぞ。ちょっと二人とも、私のことどういう女だと思ってんのよ。ぶっ飛ばすわよ。おお、出た、久々の。もう高雪、後で覚えてなさい。高雪大丈夫？私はほとんど飲んでないもの。さすがにあれじゃ酔わないわよ。だって私だけキッチンじゃ面白くないし。それに高雪があんなこと言うから。ちゃんと甘口買ってきたんだよ。高雪が嫌だって言うの忘れるわけないでしょ。結婚か。いいなって。男の人の前であんまりそんなこと言うと引いちゃうもんなの？誰って？本なんかに書いてあることもあるよ。まあね、でも夢語るぐらいいいじゃない。ごめん、ちょっと不謹慎だった。行ってもいいかどうか。
しました。がかち割れるかと思いました。そしたら私の分の飯を用意するさ。死ぬほど忙しい思いしているときに何休憩し腐っとるんじゃ。うわいいさ。ほら、ウジ虫野郎、さっさと私の飯を用意しな。アンデスト。まあ。そうせかさずとも、もうすぐできますので。はい、出来上がりました。あー、なんかお腹いっぱいでやる気しないわね。そうですね、このままお昼寝したいです。
何よ、うるさいわね。場の空気察しなさいよ。ねむねむデフ。そういうわけだから、あんたが馬車馬のごとく働くことを期待してあげるから。